はい、皆様こんにちは。今日はね、角谷池というのか、神崎郡の方ですね、ちょっと景色が綺麗みたいなことを聞きましたんで、ちょっと来てみましたね。それでまあここまで突っ込んでこれますけど、あそこに柵があるからあれを開けて入らなあかんと思いますね。車ちょっとここに停めらせてもらいましょうね。もう田舎道走ってきますけどね。ウイスがよく鳴いてますね。あれでしょ、池ね。はい、ではね、柵を上げたところからまたやりますね。ちょっと開けにくいもんでしたね。あの横の中へ僕はね、なかなか重たいんですよ。なんか蜜が割れてるな。緑色の水やな。なんかエメラルドグリーンがなんたらけて。ここはね、車進入禁止、一般車両禁止ですのでね。よし。まあ、駐車場のとこから150メートルぐらいちょっとあるかなしませんけどね。なんかね、苔が生えてるのか、緑色の水ですね。あ、呼び方書いてありますわ。この橋なんか雰囲気あるね。角谷池。角谷池っていうね。ねえ、危ない。あ、ここ当たられへんかな。鎖してはないっちゅう。外したら通れんかな。ほんまや、緑色や。お、魚泳いとる。あれなんやろ、船とかあんなんじゃないな。まさかブラックバスじゃないやろ。マスの一種かな。あ、これ引っ掛けとったら入れそうですね。見てや、これここからの景色綺麗ね。これ山がこの緑色のやつに映って入ってますかね。なかなかね、違うもんね。水が緑色やからね、なんかエメラルドグリーンやな。ちょっと橋を歩かしてもらいましょう。やっぱりこれは正面で見た方が綺麗か。ちょっと横っぺらからも見てみようか。こんなところでベンチがあるけど、これちょっとかなり傷んでるベンチですね、これ。よいしょ。あれは何？散策で上に登れるのか。なんか階段ついてるね。横から見たらこういう映り方になるから、やっぱりさっきのとこから見るのが綺麗かな。あの橋もね、感じがいいじゃないですか。まあ特に水草は生えてないみたいですね。こんな奥にこんなとこあるとかね。どうですかね。角谷池と私ですね。これ周り散策できるようになってるのか。これ知らんけど、
やっぱりここから見た山の景色が映るんだったら、こっちから見た方がいいね。向こう行ったら山あんのか。観音通りだねんて、この上。ちょっと沈道そうやから、今日はね、やめておきましょう。夏で暑いのでね。ちょっとだけ歩いて戻りましょうかね。魚を釣りをしてる人おらへんもんな。ちょっと散策とか続いてますわ。どこまで続いてるのかちょっとわかりませんけどね。それで 山がこの緑色の湖に映ってきてね。うん。なかなかのもんですね。はい。まあそんな感じです。はい。なんかこれもでっかい魚多いと思うね。見えるかな？どこ行った？魚が泳いでますね。ニーキョウなんですか。トラウトか。3匹おるわ。向こうにもおるし。向こうのやつはでかいな。なかなか。ちょっとね、見失いますね。はい。これがね、です。という感じでしたね。はい。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。